義久入道新納、義久入道新納元禄六年七月五日は、江戸時代前期の京都満州院の門籍。父は、八条宮俊仁人新納。母は、丹後国宮津藩主教国高知の娘上昇院。幼少は二宮。俗名は、勝行、広常。満州院宮の府邸となり、1632年、御水ズを天皇の勇士となった。 1634年8月に新王宣言を受け、9月に満州院で特土している。1646年3月には天台座数に任じられ、1656年現在の京都御所近くにあった満州院を落北一城寺村へ移転し、伽藍を整備している。1681年には満州院の門主に任ぜられて竹の内門籍と称された。 1687年4月に満州院を退院して天末院と合した。会話を、かの単優、直おのぶ兄弟に学び、池の棒稼働を収めて古典に通じるなど、文化人としても知られた。金中並区下諸法と第十三条では門跡に、なれるのは天皇の御子と連死に限られ、それ以外の行進は門跡にはなれないと返されてきたが、同法との制定から65年にして、 天皇の勇士となった、三宅出身者が門跡とされたのである。ありがとうございます。